戦時中は英雄視された特攻隊員だが、生還者たちへの戦後の風当たりは必ずしも暖かくはなかった。帰還した特攻隊員は次のように日記に記している。戦争中は国民から畏敬の念を持って迎えられた特攻隊員も敗戦と同時にその霊言を失い、その上特攻隊員は犬死にであったとしか評価されない世の中へと急変したのである。その鬱憤を晴らすため記者会的な言動を誇示したり、権威に対して反抗的な態度を取ることで自己顕示を行っていた。そしてそれがさらに世間の同情を失うという悪循環を繰り返す結果となっていた。と、戦後特攻崩れという言葉が流行った。特に犯罪者へと転落した元特攻隊員は特攻崩れとして大いに報じられた。戦後の混乱期には特攻隊員ならずとも生きていくための犯罪は横行したにもかかわらず、ことさらに特攻隊員が崩れなどと指断されるのは彼らが軍隊のシンボルとして受け止められたからだろう。そのような世論が反動的に特攻崩れを生み出したという。